どうも、シーモです。今回紹介するのが WE 製 AKS-74U ガスブローバックガンになります。本来ですね、丸いの AK がそろそろ出るんじゃないかと思ってちょっとお金を貯めてたんですよね。だんだんもうなんか解体衝動に駆られてきてですね、 GHK の AK を考えてたんですけど、いろんな人がですねレビューしてるんで、で GHK はもうかなり快調に打たせてもらったやつは箱出しって言ってたけどめちゃめちゃ快調に動いてたんです。でまあそういう打ったことがあったんでですね、 WE 製の AK のガスブローバックってフィールドとかでも見かけたことがないんですよね。もうちょっと冒険してみようかなと思ってちょっとこの WE 製にしてみました。とりあえず外観、ハイダーはこんな感じです。ハンドガードは樹脂製ですね。これ一応今回買ってるんですよ、木製のハンドガードも。ちょっとこれハンドガード取り替えればここを外さんといかんっぽいんで、ちょっとそれはまた別の機会にアップしようかなって思ってるんですけど。で、本体こんな感じです。もうメタルって感じのこの。フロントサイトでリアサイト、サイトはこんな感じ。ほぼほぼスチールですね、側は。もうこの辺、これはスチールじゃないですけどね、スチールだな。とかボディもレシーバーもセレクターもトリガーガードもアッパーも、リアサイトはスチール、結構外側からの衝撃には強いと思います。このチャージングハンドル、これはですね全然スチールじゃないんですよね。やっぱ壊れるときは壊れますね。でこれがリコイルスプリング、もう全然スチールではないです。ここだけスチールですね。内部はこういった感じ。あんまり実銃詳しくないんでリアルなのかわかんないですけど、そこそこリアルな感じに作ってるかもしれません。内部パーツに関しても全然スチールなんかではないので、あんまり夏バカバカ撃ってたら内部破損は起こるかもしれませんね。これがボルト、全然スチールじゃないです。多分これも亜鉛合金かアルミかなんかかと。日本版なんかですね、バージョンなんか海外バージョンなんかちょっとわからないんですよね。何も書いてなかったんで。でちなみにこれみんな大好きフルストロークってやつなんですよ。ここまで普通のは GHK とか KC は多分このぐらいまでなんですけど、 WE 版は一応ここまでいきます。セレクターがこう結構タクティカルな感じでこの状態で結構行えるんで、セーフティーで1個下げるとフルオート、一番下がセミオート、ここの切り欠きの部分にチャージングハンドルを引っ掛けてこうここで保持できるんですね。でまあ例えばマガジン入れるのが結構難しいんですけど、これでこんな感じでできます。これ結構ちょっとかっこいいんじゃないかなって個人的には思ってます。いろんなコッキング方法また楽しさですよね。自分はこういうタクティカルなこのこういうのはできないんで、そこはもうご了承ください。マガジンはもう完全プラスチックです。
あのこの下だけですね、プラスチックです。安っちいです、正直。このレバーをこうすることで空打ちモードになります。いきますね。簡単に空打ちモードできるっていういい点がありますね。だから一応空打ちです。セミ音。フル音。で、これはオートストップモードにすると、もうこれでバルブは叩かないでハンマーが落ちるような形になります。これ MP5 も同じ作りでした。付属してたマガジンは初めからこの音のするタイプ、こう予備で買ったマガジンは音のしないやつなんです。これもとっととですね、日本バルブに変えた方がいいと思います。いざ本番でですね、ガス入れたつもりでゲーム行ったらもう 2,3 発打ってプシューってことが、500円ぐらいで売ってるんで、 W 用のですね、日本用バルブっていうのに変えるともう全然簡単にガスが注入できます。一応ですね、ガスを満タンに入れてみますね。私いつも W を満タンに入れるとダメだって言ってるんですけど、めちゃくちゃ入りますね。だってこれ今満タンですね。空の状態が 416g で、ガスを満タンに入れたら 513g、 約 100g 入ります。といきますね。まあ入れたばっかなんですね、あれですけど、これ温めればもうちょっといいかもしれないですけど、空打ちですよ、これ。ほら、これ、わかりました。もうこんなの。やっぱね、マガジンにガスはですね、満タンには入れないわけで、もうさ、多くても半分ぐらいが一番、もう5、60発打てりゃいいかなぐらいで入れとかないと、多分ろくな作動しないですよね。ちょっと一応ドライヤーで温めてみました。さっきの続きですね。満タンのやつ。温めたらどうなるか。だいぶ良くない。まあ、さっき減らした分もあるんでですね、だいぶ良くなったけど、やっぱ、まだ生ガスが、まあ、こんな感じでですね、あんまりガスをやっぱ入れすぎると良くないと。ホップ調整なんですけど、これを奥にすると、ホップが強くなって、手前にこうやるとホップがゼロになりますね。時計回りでホップが弱くなって、半時計でホップが強くなる。じゃあ、マガジンに BB 弾を、丸いのローダーでいけるか、これ。あんまりいけそうになさそうな。なんとかいけることはいけるっすけど。入れづらい。これ丸いのじゃ入れづらい。あ、これいいかも。これ VFC。これ VFC に付属されてたローダー。これがいいかもしれない。専用のローダーついてるんですけど、ちょっとめんどくさいんでですね。VFC のこいつなら、このタイプなら入れやすいと思います。打つ前にここのレバーを下げとかないといけないです。これ M4、MP5 もそうなんですけど、ギャロップ 0.2g、 65 66 68 68 63、だいぶ低いですね。ではいきます。セミ音とか、なかなかいいですね。
ここで今玉切れです。炭を、なかなかいいですね。玉切れきっちり作動しますね。打ち切ります。ちょっと動作は遅いんですけど、ほとんど温めてない状態でも30発以上は打ち切れてるんで。今日撮影したのはこの1回ずつしかチャージしてないので撮影しました。まあ4回ぐらい撃てましたかね。100発以上はまあまあ撃てる感じでしたね。試射してみたんですけど、感想はですね、思った以上に結構動きますね。フルストロークなんで、もうちょっと動かんもんかと思ってたんですけど、ガス入れてすぐ撃っても結構しっかりと動いてたんで、このストロークが長い分、どうしてもですね、フル音は特にもたついたような感じの動作になってしまうんですけど、ショート、ストロークキットとかあるんでですね、そこら辺が気になる人はそれを組み込んでみたりとかすると、もうちょっとシャキッとした作動になると思います。まあ外観はですね、やっぱ GHK とかに比べるとやっぱちょっと、GHK とか飾っとくだけでかっこいいイメージあるんですね。これはね、あんまりそういう感じではないんです。もうどっちかってもガンガンサバゲーとかで使って傷とか行った方がかっこいいかもしれないですね。ですね、これ買った時に一緒に実はW&S エアソフトっていうところのこういった感じのですね、木製ハンドガードを買ったんで、まあ次回今度動画にするときはちょっとこれを取り付けてからですね、射撃してみようかなと思います。今度フィールドに行った時にですね、箱出しでの弾道と、またその後、あまりにも弾道が悪かったら、パッキン組み込んでの弾道チェックの動画をアップできたらなと思っています。
もうガス漏れが始まりました。放出バルブ側からのガス漏れです。あ、今まであまり WE でガス漏れってそんななかったんですけどね。これ付属されてた方の、マガジンです。そういうのが海外製はあるんでですね、覚悟の上で購入した方がいいかもしれませんね。というわけで、今回は WE 製 AK74UN の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。